8月8日晴れ。渡部という人も気になりますが、私は今それ以上にあざみの行方が気にかかります。奥田が私が行けない場所から出てきました。一人でした。私は作業を中断して奥田に詰め寄りました。あざみをどこへやったのと聞いても、奥田はいつもと同じような笑い声を上げて答えてくれません。何度も問い詰めると奥田は笑いながら、捨てちゃったと答えました。私はこの時すでに泣いてました。泣きながら奥田にあざみの行方を聞きましたが、もう一度だけ捨てちゃったと答えて、あとはずっと笑ってました。私はあざみの無事を願いながら探しました。行けるところすべてを探しました。必死になって探しました。一緒にいようって約束してから数えるほどしか日は経ってません。約束したのに、ずっと一緒って言ったのに。あざみは見つかりませんでした。